イワキラナイト。さあ始まりました、すっぽんのたまごー、司会のすっぽん大学ガクです。よろしくお願いします。そしてウェルカム大輔です。あ、これやるかな。そしてアシスタントの高野小勢です。意味わかんないね。いや、毎回意味わかんないよ。もうも先週やったけど意味わかんない。さあさあ、今週も始まりましたけどもね、今週はなんとですね、スペシャルゲストがやってまいりますね。懐かしのスペシャルゲスト。何ですか。まだ生きてたんですね、あの方ね。誰だろう。さあ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 、それでは、今の卵始まります。どうぞ。あの人出ますよ。すっぽんの卵、略してすったま。さて、ここから私たち同様ブレイク間違いなし、そんな卵のゲストをお呼びしてキラリと光る部分を一緒に見つけて頑張っていこうというコーナーです。それでは本日の卵、カモーン。皆さんこんにちは。怪しい女、佐々木ひろみでございます。別に警察に追われてるわけではありません。足元が怪しいということです。足元がね、この頃よく転びまして、最近駅の階段で思い切り転びまして、顔にあざ作りましてね、あら大変。これが本当の四ツ谷階段なんてね。あら場所言ってなかったんだけど ねなんで四ツ谷が入ってきちゃったの。突然四ツ谷入ってきちゃった。寒い冬ですね。駅の電車に乗って隣に見ると雪だるまが座ってたり、真向かいには雪女が座ってたり、隣の駅に行ってドアが開いてドヤドヤっと店員が乗り込んでくる、そんな勢いの寒さです。でももっと寒いのは私のネタでした。え、まだ披露してないけど。ネタっていうネタ披露してないからさ。え、ちょっと漫談、ポップス漫談をやらせていただきます。何漫談ですか。火曜漫談は聞いたことあると思いますが、答えてくんない。いっぱいいっぱいだから、いっぱいいっぱいだから。え、何漫談、何漫談ですか。ポップス漫談。Yesterday all my troubles seem so far away。 Yesterday は昨日、じゃあ一昨日は何て言うの。石川遼選手教えてよ。あなたスピードランニングやってんでしょ。Fly me to the moon and let me fly to the sky。 私パーッと飛んでみたいわ。でも着地したら骨折しそう。From the ship I fly to you。007のロシアより愛を込めて、八王子より愛を込めてはどう。ロシアなんてキザじゃない。外国の人は八王子なんて知らないでしょうね。まして八王子に北島三郎が住んでるなんて知ってるわけないよね。外国人は北島三郎知らないですね。新しい、落とさないっていう。落とさない漫談。I surely サイモンと頑張って、コンドルは飛んでいくよ。コンドルが飛んでいくのは構わないわ。でもサドルが飛んでたら怖いわ。怖い。そうだね。ロンリーサドルは飛んでくる。癖になってきた。まずいぞこれ。ハマってきたの。結構いつまでも聞ける。聞けるね。なんか次何来るんだろう。もっと欲しい。ミス
ターロンリーって言うけど、うん、女も寂しいの、うん、ミセスロンリー、うん、でもこの年になると男が寄ってこないのよ、うん、若い頃寄ってくるのは羽毛布団のセールスマンだけよ。いつの時代だよ。ユーアーマイハッピネス。ユーアーマイハッピネス。That's what you are。 待ってちょうだい。君は我が定め、団塊世代は何だってポールアンカよ。もちろん冬はアンカー抱いて寝てるわ。もちろん踊るのはポールダンスよ、うん、え、まあ、踊れるわけないじゃない、うん、もしも君は我が定めって言われたらどうしようかしら。どうすんの。せっかくこの年までノロウイルス、インフルエンザをくぐり抜けてきたのに、うん、その一言で五輪中だわよ。ありがとうございます。もうちょっと見たい。もうちょっとある。もうちょっと、ちょっといいですか。あ、はい、物足りない感じ。足りない、なんか欲しい欲しい。When I fall in love, it will be forever。 恋に落ちた時、うん、なんて素敵なんでしょう、うん、今の私はそんな気配すらないわ、うん、ワイドショーのタレントのスキャンダルを見て喜んで、うん、友達とファミレスでランチ、うん、お会計の時、うん、ここは私が持つわよ、うん、いやいや私に持たせて、いやいや私が払うわ、うん、なんて、うん、みんなであるふりして、うん、どうせ家に帰れば年金生活のくせに、うん、ありがとうございます。悲しい悲しい新しいスタイルですよね、これは。歌が好きなので。そうですよね、歌上手ですよね、うまいかどうかわかんないんですけど好きなんですよ。第1回だっけ、これ第1回、すっぽんの卵の第1回、すっぽんの卵の、そう、一番最初のゲストなんです、確かね。で、1回かな、2回目かどっちかだと思う。その時何話してたか覚えてますかね。覚えてないです。覚えてない、はい、同じ毎日をずっと繰り返してるっていう話をして、で、このすっぽんの卵出るのがもう本当に楽しい、楽しくてっていう話になって、はい、ちょっと暗かったですね。そう、スタートが、そう、ちょっと会わない間にこの新しいというかね、我々知らなかったネタをね、うん、こう作り上げてたというか、素晴らしかったです。頑張ります。まあ一応まだあのヒップホップの方ができるんですか。やってもらってじゃあ行きましょうか。ちょっとリズムつけますか。よよよよ、私スーパーレジ係、めかしめかして今日もまたお水にだって負けないわ。笑ってる人、怒ってる人、笑顔絶やさず愛想よく、自由の女神か大菩薩。どうですか。お笑いとかじゃ結構出てるんですか、ライブとか。この頃すっぽんさんのライブにも声かかんないので、うん、R1 だけです。まずまず死んじゃう死んじゃう死んじゃう、まずいよ死んじゃうよ。これ見た方お笑いライブ呼んであげてください。やばいやばいやばい。危ない危ない。なんかね、いつもの佐々木さんと違う気がするから、ちょっと脱ぎましょうか、ちょっとなんか。それ脱ぐと、なんか、パンティーとかじゃないですよね。大丈夫ですよね。パンティーじゃないですよね。下。ダメです。これ何になってるんですか、下。これブラウスで、ここは。下は何ですか、これパンティーになってるの。パンティー、あとはブルマですね。ブルマ佐々木さんのファンだっていうね、方々ちょっと呼んでるんですよ。ちょっといいですかね、じゃあ、はい、観覧希望に来てる方たちがいるんですけど。佐々木さんのファンの方々、どうぞ。どうぞどうぞ。ファンでございます。ファンミリーのね。あ、じゃあタブレットさん横に、そう、がっちり。ああ、わわわ、二人で。わわわ、お笑いが。もっと寄り添ってください。で、なんかちょっと。わー、素敵。あ、なんか歌えそうじゃないですか。ヒロミ。I love you。お、デュエット。いや、ないのか。あ、でもせっかくさ、ギターあるからさ、うん、このギターに合わせてヒップホップとか歌とかできますか。いい、じゃあなんかお題とかありますか。なんか聞きたい、佐々木さんに歌ってほしい曲。なんだろう、何でもいいお題、うん、演歌しかないです。演歌、演歌、演歌系できます。別れ、別れ、別れ、別れっていうのでね。じゃあ、じゃあなんとなくでいい、なんとなくでいい、別れをテーマにして、じゃあ立ち上がっていただいてね、別れを。そう、なんかね、女心聞きたいなって。何か歌うんですか。あ、いいんだよ、適当で。ああ、今夜は来ない。
してきたのにどうして来ないのよなかなか終わんねどうしてよ語りだなね語りの引っ張り方ああちょっとあ、ちょっとそこに参加して、その歌に参加して待たせたなって言って待たせたなあらあらミュージカルになってたぞこれお前を待たせてごめんなさい終わりー終わりー終わりーすごいテーマが分かれなのに全然なんかテーマ違うこと言ってた待ち合わせに遅れたやつなんか違うなんか違うのいやでも見てる側からしたらすごい面白い、うん、普通に普通に見れた良かったですよね、うん、佐々木ひろみえに分かれという題名すっかり忘れちゃった忘れちゃったあのギターに ね、うん、あー忘れちゃってギターでいいですねいいですか次まだ行きますか、はい、気がしますかもう一回じゃあ違うタイトルありますなんだろうじゃあまた歌うんですかどういうやっぱ恋を歌いたいです恋を歌いたいあ、分かったじゃあ、はい、不倫じゃあ行きましょうか不倫、はい、不倫ですいいですよ、はい、思い出してください、昔をあの不倫の、はい、じゃあ3、2、1、はい私悪いことをしちゃったのよ探したのか公開の毎日よいいねあの人がいながらなぜかちょっと寄り道ラブホテルやることはもっと情緒的な心歌として言ったら やることは結構単語出てくるあラブホテル心はあるけれどやった話不倫相手登場不倫相手登場不倫相手登場待たせたのいや同じくらいじゃねえか同じやつやってきたお前を待たせてごめんなさい見たことあるあ、そしたら旦那が登場した旦那が登場した旦那旦那が登場したぞお前俺は不倫をしてるんだ俺はバイセクシャルあ、そっち持って帰ってたんだそっちの相手だったんだいや、ごめんなさいごめんなさいじゃないだろああ3人4人でラブホテルに行こう難航になっちゃったもんはいどうもこれ意外にいけますよ、うん、いけますかいけますいけますいや今度じゃあどうしますかせっかくなんで、ヒップホップも行きますかヒップホップ いけるんですかヒップホップなんかジャン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 みたいなジャンジャンリズミカルなあーいい あ出る出る出るじゃあ出る何にしますか、はい、お笑いイエイイエイ大丈夫なのお笑いはテンポ早いあ、いいよお笑いはこうしてやるんだよこうしてやるんだみんなも真似してやってみな手つきはこう体はこうちょっとみんなやってみなお笑い分かってるんだろコンビ組むのもいいかもしれないですよ。なんか行かせてくれる人がいたらもうね。いやいやいや。どうぞお願いします。いやいや本当これからどうやっていきますか佐々木さんね。そう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 。自分の目標みたいなのをちょっと言っていただく。展開切る達力ね。そうお笑い。そうですね。せっかくだから見てくれてる人いるんで、もしかしたら協力してくれる人たちもそうですよ。私スタートが浅草で漫談だったもんですから、はい、やっぱり漫談がとても好きなので、うん、それをもう目いっぱいやりたいなっていうのはあります、うん、もちろんラップも
するつもりではありますけど。もちろんだ。だめちゃねえじゃん。はい。でもアメリカ行って本当のラップを学んで戻ってきてほしい。僕はBボーイになって、Bガールになってくれるかもしれない。ね。はい、よろしくお願いします。やっぱりお笑いはね、人から全然聞かない。お笑いはやっぱりスポンサーたちにお会いして、やっぱり目覚めました私も。もっともっと笑わせたいなと思ってます。笑った。よろしくお願いします。まあ、確かに笑いました。結果笑っちゃった。ありがたいですよね。スポンサーも最初のゲストですからね。そうだよね。締めますじゃあ。あ、そうね、今まで、そうですね。最初のゲストなんで。最初のゲストなんで。イバキラでしね、ヒップホップやって締めていただきますか。イバキラ TV のラップを1個やっていただいて最後終わりましょ う、うんうんはい、で最初だけイエーイからスタートして最後もイエーイで終わらせていただければなんとなくそんな感じになりますんで、うんうんはい、これあれね、着信音で配信しますか、ね、配信しますしますしますそうそうそう、ホームページからダウンロードできますんで、テンポ早いと慌てなっちゃう。タブレットさんもちょっとなんか適当にイバキラテレビ、イバキラテレビ、これからもお笑いを見てくれ。イバキラテレビ、イバキラテレビ、スッポンの卵。イエーイ。何の内容か。内容が一個もなかったというね、素晴らしかったです。さすが。内容もないし、一個も陰を踏まない。リズムには合わせない。これが伸ばす5秒。いや最高最高。イバキラ TV なんです。すいません本当。すいませんさ、イバキラテレビ、イバキラテレビって全部間違ってたんでね。すいませんありがとうございます。最高でした最高でした。ありがとうございます。じゃあ。あはい。本日の玉子は伊藤健太でした。ありがとうございます。ありがとうございます。いや最高だった。すごかった。スッポンの卵、略してスッタマ。コズエイ。コズエちゃんのコーナーね、もうこのコーナーが人気になっておりますね。そうですね。2、3週といったらもうこのコーナーということなんですが、どうですか最近なんかライバルが登場してるみたいな形ですけども。はい。ライバルなんかじゃないと負けてないぞと。まあそうですね、負けてない。うん。そうだね。勝敗はそんなついてないよね、やっぱり。そうですよ。ね。で今回こそね、勝っていただいてバシッと。そうですね。差を見せていただきたいなと思うわけです。じゃあどんなライバルが来るんでしょう。この方です。どうぞー。イバキラ TV。何体操。今日もありがとうございます。今日は4回目ですもんね。そうですね、うん、もう4回あったら、はい、もうレギュラーと言えるじゃないですか。ほぼそうだよね。友達ですよね。どっち友達って言う仕方みたいです。あ、そっか。でもなんかわかんないですけど、まあ、4回も出てるんですけど、やっぱ距離ありますか、ライバルだから。距離、ね、距離は、うん、そんなないですよね。ないですよね。どう思ってます相手のこと。え、うんと、うん、近くもなく遠くもなく。そういうわけのね。ね。バカ。めちゃくちゃ。あの小手ちゃんのことどう思う。いやもう可愛い可愛いね、うん。なんか妹のように見えてきます。あ、本当ですか。ね、逆にそうだね。逆に妹に見えるんですよ。見えるんです。お姉さんと妹みたいな感じ。はい、まあこんなお二人解決していただきたいと思うわけですが、はいはい、今回はですねタイトルはこちら。芸能界聞き花。なんだっけ花利き選手権ということで、どんだけ花が利くかということを対決していただきます。芸能界は花が利くっていうのがね、やっぱり一つのね、はい、でですね、まあちょっと匂いのついたこちらのね、こういうフリスク系のものをですね、まずウェルカムさん、ウェルカム大輔さんに舐めていただきまして、はいはい、1個ですね、はい、それを舐める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 。舐めるよ、DVD出してたけど。そういうものではない。舐めるっていうのに反応しちゃうんですよ。ならもう職業病でね、職業病、そんな職業ありますか。そしたらまだ大人の職業になっちゃいます。そうだね。
でこれを舐めていただいて、うん、で、皆さんには何を舐めたのか見ないでもらって、うん、で鼻にこうつけていただいて、うん、上野ちゃんがふーって息吹きかけて、あ、なるほど、ちょっとまあそういう癖の人も大喜びのねすみません、変なの混じってたら本当すみません、やだー、変なのキャラ判明してください。いい匂いですよ全部。そうですよね、うんうん、まあ、ただ元々持ってる香辛もありますから、うん、そこに関して、やだやだ、一緒に行っちゃうかもしれない、素直に嫌なんですけど、今ちょっとね、とりあえずまずこれね、うん、舐めて何かっていうのを調べてもらって、うんうんうん、その前にまず上ちゃんの素の息をねいやそれはじゃあやっぱルイちゃんの方で、そうですね、ちょっとやってみましょうか。え、本当です。じゃあちょっとルイちゃんね、はい、鼻をこうつけていただいて、じゃルイちゃんの顔がこうつけるようにしてあげようかな。カメラ向かって、感想、素直な感想お願いします。鳥肌立ちますね。いや、どっちで見かかんねよ、どう捉えてるんだよ、俺としてさあ、めっちゃ食べてください。めっちゃ食べてください。ルイちゃんだけだとやっぱりその後これ舐めますから、ね、その差がついちゃうんで、もうコンテンちゃんにも結局やれとやれと、はい、顔はやっぱこっちカメラの方向きながらね、はい、スースーしました、なんかお姉ちゃんが俺の視界から一瞬で消えた。待って、違うとこ行っちゃったの。忍者、忍者みたいな、さって消えた。まずここが根っこの部分だよ。頑張っちゃう、ほんとに。さあさあ、その中ではウェルカムさんがこちらを舐めていただく。じゃあまずは小手ちゃんにやっていただきますから、まず目つぶっててください。はい、あ、そうですね、後ろ向いて、で何をやるかは、まあ、ルイちゃんが選んでください。はい、じゃあちょっと分かりに当たらないものをね、じゃあ分かりにくいのにしますかね、これで。これ分からないですよ絶対、これは。怖い、はい、え、いっぱい食べてくださいよ。それは当てるというよりも口の匂い消してください。絶対だら、これ以上嗅いだらトラウマになりそうだ、ね。はい、じゃあこちらどうですか、ね、はい、はい、さあ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 、さてさて、いいじゃあいいですよ、はい、はい、さあ、匂いを当てることができるのか、そして先ほどの匂いが消えたのか、うん、そうですね、消えててほしい。さあさあ、こちら鼻につけていただいて、はい、ペタッとくっつけていただきまして、じゃあ、行きます。はぁ、はぁって、ちょっと音も聞こえる。音聞こえるぐらいの感じでね。うん。うん。それも違うよ。匂いじゃないよ。何か。さあ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 、どんな匂いでしたか。ゾクゾク。そうですね。難しい。これ難しいと思いますよ、これは。私が嗅いだのはこれです。ベビーやー、はい、じゃあまず一回間違ったということで、はい、もう一回、一回匂いを嗅いだ。何を嗅いだんでしょうか、これハーってやって見せてあげてください。噛んだのは私が舐めたのはこちらでーす。迷ったー、そっちかー、取りそうな感じはあったけどね。さあ続いてはルイちゃんでございます。はい、芸能界の善悪を嗅ぎ分けれるのか、さあ後ろ向いていただきましょう。じゃあ何を、ね、舐めさせるか、こちらちゃんが選んでください。これかな、これ良さそう、なんか、うん、お願いします。もういいかい、まだだよ。乗っちゃった。もういいよ、もういいの、はい。さあ、はい、お、いいですね、うん、さあ、嗅いでいただきましょう。分かっちゃうんじゃないかな、嘘、うん、分かる気がする。じゃあ、行きます。もう一杯言っとく。いやいや、俺がなんか気が引けるわこれ。すごいなあ。
いや、目が失神してんじゃねえか。どっちが意味なのかが分からないよ、俺。あれですね、あのちっちゃい頃の歯磨き粉の味。あ、味あ、分かる。俺、ちっちゃい頃はそんな感じ、うん、な。多分、これかこれだと思うんですよ、うん、なるほど。ハッピーチェリーがこれかな、みたいな、うん、どっちかな、うん。でも、大ちゃんはチェリーボーイだから、こっちにしようかな。さあ、大ちゃんが選んだのはハッピーチェリーです。正解でーす。さあさあ、まあということで、まああの、まあ、こちらが今が分かったということでね、はい、ルイちゃんが今点勝ってるわけですが、うん、第2回戦がございます。おで、はい、第2回戦はなんとポイントが倍です。おお、倍じゃないですか、倍になりますので逆転可能ということなんですが、はい、今度はですね、またあなた美味しいよ、よかったね、今日来てね、本当ね、彼女たちの講習がかけるということで、うん、今度は、彼女たちが何かしらを食べて、うん、どれを食べたかというのを当てていただく。なるほど、はい、じゃあまず後ろ向いていただきましょうか、はい、いいの、素の書かなくて素の書きたい。今ちょっと自分の先生を出してみたでね。いやだいだ、それだけは本当に嫌です、嫌です、早く向いて、こういうのいらないと書かなくて、ここ舐めたい、鼻舐め、鼻舐めたい。今回はですね、あの当てていただければ、勝ちということなんで、やだ、逆ですね。じゃあ小杖ちゃんから選んでいただこうかな。どれにしますか、うん、当ててもらったらいいんです。当ててもらった方がポイントアップなんで。あ、じゃあそしたらこれですね、もうこれでいいですか、うん、はい、そしたらこれですよね。強烈な匂いしそうですね。小杖ちゃんの口からね。小杖ちゃん、小杖ちゃんがね、いただきます。でもすごい、気をつけて気をつけて、あー、あー、うん、あー、やばいですね。すごい伸びてるよ。似合うね、似合う、とにかく小杖ちゃんにはこれが似合う。じゃあ、まあ何を食べたんでしょうか、当てれるでしょうか、はい、はい、いきますよ、はい。なんですか、くっせぇ、くっせぇ、ちょっと待って、俺ね、すっげぇ鼻効くのよ、本当に鼻効くの。いや、ほんとに、俺、ほんと匂いダメなの、あんまりダメだよ、だって女性の口臭臭いなんて。ひどい、ひどい、ひどいよ。じゃあ、ちょっと、いや、俺さ、もう、だって、俺この感じで言ってたの、俺の中で、はい。え、なになに、これじゃ、これじゃ物足りなくぐらいの。じゃあ、何食べたと思うか、何食べたと思う、おでちゃんが食べたのは。いや、こん中にないでしょ、だってないじゃん、だってないよ。何ですか、じゃあ何の、当ててくださいね。多分ですけど、はい、多分ですけど、納豆。正解だー。ここにないから。すごい、小杖ちゃんの唾液と混ざって、なんかこうふわってくる感じが本当にちょっと興奮しちゃう。急にこれが小杖ちゃんの口から来るわけです。そうそう、びっくりした、なんか本当にズキュンっていう感じの、これを想像してたから、すっごい、すごかった、よかった。じゃあ今のところね、2ポイントということで、すごい、うん。さあ、さあ、さあ、どれを選びますか、当ててもらった方がいいらしいんですけどね、うん、ポイントがつくわけです、うん、これやだまあね、まあまあもちろんね、さっきね、小杖ちゃんポイントは得ましたけど、イメージは落ちましたからね。あ、そうですか。絶対これで逆転です。いや、これ絶対フリスクの音じゃないでしょ、これ。ジョッ、言おうとしたよ。
でもこんなスケベにこれを食べる人初めて見ましたよ。怖い。うわ。怖いね。先週より食レポじゃねえかって。そうですよね。あら美味しそうに食べます。さあ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 。口に入れたままでいいですね。さあ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 、じゃあウェルカムさん前向いていただいて、はいはい、はいはいはい、この中からね選んでいただきたいと思いますけどね。はい、わあ、すげえ、俺ほんとに嫌だ。なんかでもほらルイちゃんね、そうだよね、いい匂いしかしないもんね。さっきその感じ、ツイスターゲームの時どんな匂いしたの？お尻から米の匂いがしてる。いや、それ私だった。違う、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 フローラルの匂いがしたよ、もう。じゃあ行きましょうか。頑張れ。ちょっと生臭いよもう。さあせーの。逃げないで、逃げないで、逃げないで。なんだ。このまま顔動かせないでね。逆にこっちから行っちゃってるから。くせ、ここ。ここ。生くせ。さあ、はい、うん、さあ、ルイちゃんが食べたものは何でしょうか。うん、なんか、あ、なんだろうこれ。あ、魚。魚、もうちょっと絞ってほしいですね。あ、魚、あ、なんだろう、魚、サバの味噌煮。あ、完全正解でございます。あの味噌の匂いもしたから。素晴らしい。いや、ってことは今回はルイちゃんが勝ちということになりますけども、はい、そうなっちゃうと罰ゲームが小杖ちゃん一人になっちゃうんで、はい、何かしらちょっと答えをこうひねっていただいて、つまらないと、つまらないと、ひねっていただいて、匂い、いや違うな、サバの味噌煮じゃないな。何それ。何何何何何何何、もう変態親父が発揮してる。草屋かな。草屋、もう草屋、草屋、いいんですか、そっか、いいんですか、やっぱり草屋。はい、ブブー。あー、ルイちゃんが食べたのは何でしょうか。サバの味噌煮でした。なんだ、やっぱりそれだったか。なんだ、なんだもう。で、途中で言い換えたので、1ポイントということは、両者引き分けでございます。引き分けか。さあさあ、今回も引き分けということでね。引き分けってどういう感じでしたっけ。残念ながら2人とも罰ゲーム受けていただきます。うわー、申し訳ございません。でも視聴者の皆様も本当はもう、ね、なんで罰ゲームばっかり嫌だと思いますけどもね。不服の方もいらっしゃると思いますけども、うん、まあそこだって罰ゲームしていただきます。じゃあ罰ゲームを、あ、はい、わかりました。じゃあね、ちり文字、ちり文字、はい、いばきら TV 見てねということで、いばきら TV 見てねということで、よろしくお願いします。はい、じゃあお願いいたします。さあ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 、じゃあ座ってるかな。私せっかく水着着てきたから。ありがとうございました。目はこてちゃんでやっていただきましょう。いや、私意味あります。私何も出ないですよ、別に。いや、いや、もうそれはもう尻餅女王としてやっぱ。何それ。尻餅女王です。グッとこう、グッと上げて、グッと上げて、そう。あ、いいですね。いいよ、いいよ、素晴らしい。いいよ、そうそうそう。見てみよう。みてね。はい、はい、はい、ということで、皆様、いばきら TV 見てねー。どうも、コテックのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。すっぽんの卵、略してすっぽんの卵。エンディングのコーナー。いやー、健常モードになってない。いや、充実してるね、この番組は。
そうだね、うん、そうですね。いや、こんないい番組なかなかないよ ね、うん、なかなか人の吐息かげないぜ。かげないかげない、うん、これを見てね、救われたっていう方何人かいるみたいですよね。これを見て救われた、うん、救われた。もうちょっと人生楽しく、うん、なんていう目で見てるんですか私のことを。人を疑う目で私のこと見てましたよ。いやでもなかなかでしたよ、小杖ちゃんの吐息も。もうそろそろ疑いの目でしか見れなくなっていくので、ね、我々のことですか、ね、こんだけ長い付き合いになったら信頼関係は出来上がったでしょ、まあ、そうなんですけどね、うん、長い付き合いで嫌なとこばっか見えてきてる。じゃあ例えばどんなとこ嫌なんですか。いやまあ全体的に。例えばってもう出したらキリがないから、うん、言わない。いいとこ言おうよ、いいとこ一個。いいところ、うーん、元気にやってるところかな。人間的にクズなのかな我々は、ね、若い女性には受け入れられないところがありますからね。面白い。ただまあ視聴者の皆様が楽しんでいただけたらなと思います、うん、本当に。そうですね、まあ、今回のねゲストね佐々木さんのね仲間たちがこう来たわけですけど、いっぱいいましたね。佐々木さんだってこの番組があるから生きていきたいって言ってたんだよ。そっか、結局全員来たんだ。おい、尻文字で全部持ってかれてんじゃん。記憶飛んでない。あ、そっかそっかそっか、そうだ、全員ね来てくれましたし ね、尻文字もしていただいたし、本当にね、うん、最高、素晴らしい番組が、うん、さあまだまだ続くのか。それでは視聴者の皆様、またお会いしましょう。以上、スッポンの卵でした。ありがとうございました。ありがとうございました。